ミャンマー VS 日本5対5対抗戦中堅戦。シャンコー VS 奥田圭介。ラウンド1。さあ始まりました。奥田にとってはラウェイ初挑戦。いきなりパンチ出してくる。ハイキック、わーパンチ、これはダウンではありません。ハイキックから来ましたね奥田。喧嘩が強いタイプですね。組んできた。さあ投げるか投げるか。こちら投げた投げた投げた。フロントスープレックスのような形です。やっぱりグレコローマンレスリング組んだら強いですね。ミドルキック、また捕まえた。ああ、スポーンだけだ、スポーンだけだ。ミャンマー人も対処できてましたね。やっぱり奥田としてはこうやって、ああ、距離を潰していきます。距離を潰す作戦ですか。多分経験ないタイプですよね、こういう。そうですね。さあ奥田、序盤は、まあ、あるいは間合いを詰めて投げを見せました。やるパンチ、どうですかね、これパンチ当たってますかね。奥田も何か今レフリーが奥田に対して注意を与えております。バンテージが今ほどけてますね。奥田の左の手、バンテージがほどけています。また接近戦だ。飛んで投げた。奥田投げました。寒川さん、この投げどうですか。はい、今のはまあダメージはないと思うんですけど。はい。はい、また組んだ。ああ、突きです。近い距離。踏んでから投げます。どんどん巻いてる。うわー、パンチ当たった。パンチ当たった。寒川さんどうですか。今チャンスですよね、このラウンドは。このラウンドで行けば勝てる可能性すごい高いと思います。はい、はい、近い距離です。奥田下がる。前で前で、いいから前で。青木がかなりこの進路を出しています。あー、左当たった、当たった当たった。シャンコーのパンチ、シャンコーのですよね。見てますかね。組んだ状態、シャンコも組んできました。シャンコから組んできてますか、サンカーさん。そうですね、とりあえずパンチも警戒してるんだと思います。はい、バンテージが、ね、かなりほどけてまいりました。奥田圭介です。先月にはあの自らミャンマーに行って、ね、視察してきたそうですよ。はいはい、さあここからですよね。はい、これかなりあのシャンコーの方から組みに来ているようにも見えるんですけども、サムコさんいかがですか。そうですね、膝蹴りとか、はい、コツコツ狙って後半勝負ですね、これ。はい、このラウンドはちょっともう捨ててると思います。うわっと左のパンチ当たってる。奥田のパンチ、あー、またシャンコー組みに来た。これクリンチですね、シャンコー。はい、パンチもすごい嫌がってるんで、それだったら殴られるよりは投げられる方がいいっていう判断でしょうか。第2走本能が正面からぶつかり合っています。ラウェイ、さあ第2試合が始まりました。中堅戦です。第2ラウンドです。うわ、奥田が左に当たった当たった。このパンチ、奥田のジャブがいいですよね。そうですね。あとラウェイならではなんですけど、ワセリンもものすごい量塗ってきました。塗ってますね、もう、はい、体が白くなっています。うわー、左、奥田の左のジャブがよく当たってます。ちょっとあのシャンコーの顎上がってますよね。そうですね、このプレッシャーはすごい嫌ですよね。はい、パンチもらった後に組んできますよね。はい、この組みはどうですか。これはもうディフェンスなんで、はい、まあ、投げられてもいいからとりあえずパンチを防ごうっていう判断です。はい、また組んできました。で、至近距離から突きがあります。さあ近い距離で、まあ、どんどんあのパンチも打っておりますが、寒川さん、はい、かなり奥田の左のジャブがいいですよね。そうですね、ただ KO するとしてはあのフックですかね。はい、すごい怖いですね、パンチ。右のフックですか。左右両方打てます。シャンコー組んでくる。レフリーがブレイクを命じます。Run! Oh, yeah. Oh, yeah.
こじつけ、右、フォア、打ち、そして取りました。ブレイクがかなり多いんですね。寒川さん、そうですね。ただ攻めてる方が攻撃止まったらブレイクですね。あ、そういうことなんですね。前蹴りです。観光が組んでくる。観光が続き、やはりね、頭の使い方っていうのはこれはもうシャンコー慣れています。今回がラバイ初挑戦の奥田、いつ何時誰の挑戦でも受ける、まあそれが猪木イズム。 IGF を代表してこのリングに上がってまいりました奥田です。バックロー引いた、これはどうだ、ダウンか、ダウンではないのか、あ、ダウンです、ダウンです、ダウン取りました。あ、聞いてますね、聞いてますか、バックフローですよね、はい。さあどうでしょうか。いけます。20秒です。あと20秒残っています。第2ラウンド、わー、左入ってる、パンチが入ってる、こっちのパンチ右、さあ動画診断からシャンコ、うまいですね、ディフェンスですね、積んできました、クリンチです。シャンコ、もうとにかくパンチが当たったらクリンチです。ここでゴング、第2ラウンドが終了です。さて第3ラウンド始まりました。ロープがスープル、うわー、突き、頭が当たります。踏んできた奥田、投げた、頭から落とした、あー、でもすぐ立ち上がってきます。ダメージどうですかね。結構効いてますよ、はい、ハイキック、危ない危ない、シャンコのハイキック捕まえた、持ち上げる、投げる奥田もスタミナ消耗しますよね。そうですね、ただすごい練習してるんで強いですね、はい、すごいスタミナですよね。レフリーがブレイクです。少しでも奥田の目も下がってきました。蹴りに切り替えてきました、ね、はい、はい、キックを出してきます。左キック、あー、空振り、ミドルキックで止めて頭突きパンチで仕留めようという作戦に切り替えてきました。シャンコーですね、はい、はい、そして組んだらロープ背負って防ぐ、はい、投げを打つ奥田、奥田も再三投げを打ちます。キックはパンチが入ったのが左目がすごい腫れてきましたね。そうですね、奥田の左目が腫れています。さあここからリミズも、あ、かなりシャンコーがこのコントロールしてきました。第3ラウンド戦い方を変えてきました。なんか効いた可能性ありますよね。あー、浴びせ蹴り、これは効いてない、浴びせ蹴り、これは効いていません。いや、奇襲ですね、奇襲、これまあすごい良かったんですけど、はい、苦しい時に出す技でもあるんで、この後の展開次第で今の攻撃がどういうものだったか分かると思います。これですから奥田が追い詰められてるわけです ね何か効いたんですよね、はい、シャンコーも眉間のあたりから出血があります。そうそう、ここでの膝蹴りですね、はい、首相撲です。なんか効いた時の腹の攻撃、うん、あー、首相撲連打、奥田効かされています。奥田効かされております。うわー、前に出る奥田、前に出てきます。そして今度は首相撲、またシャンコーが首相撲、相手をコントロールします。かなりこれ奥田苦しいんじゃないですか。このラウンドどういう終わり方するかでこの後の展開変わると思います、はい、奥田がパンチ、少しこれは試合を盛り返してきました。シャンコーです。シャンコーが盛り返してきた。あー、シャンコーの首相撲、奥田の動きが少し止まってきた。ここで第3ラウンドが終了です。今でストップかかってるのに対して、そうですね、はい、本人はまだやると言ってますが、あー、リングドクターがこれはもう無理だと。どうですか、
骨折ですかね、もしかすると試合としてはここからが一番面白いところですけど、怪我ができる。どうやらドクターストップのようです。うわ残念。目ですかね。うわ勝者サンコン、シャンコーの勝利が今告げられました。ただいまラウンドインターバルの間にドクターの要請により青コーナー岡田選手のドクターチェックを行っておりました。その結果目の腫れがひどいということもありドクターストップがかかりました。よってこの試合第3ラウンド終了時、赤コーナーシャンコー選手のテクニカルノックアウト勝利ということになります。第3ラウンド終了時点でシャンコーの TKO 勝利が今告げられました。赤オールのこれは勝者に許されるんですね、はい、一瞬びっくりしました前田さんの前で赤オール